韓国ドラマ、韓服が似合いすぎるイケメン俳優8000パート3。韓国時代劇といえば、韓服を完璧に着こなし、華麗な立ちさばきを見せるイケメン俳優が数多く存在しますが、皆様は誰を思い浮かべますでしょうか？今回は、第3弾として、韓服が似合うのでまた時代劇に出演してほしいとの声が多い俳優を、さらに8人ご紹介します。パクヒョンシク。最初にご紹介するのは、時代劇初挑戦のファランで、妖艶で上品な王様役を演じ、多くの女性の心をわしづかみにしたパクヒョンシクさんです。1991年11月16日ヨンイン市生まれの2024年現在33歳。2010年にボーイズグループゼアでデビューすると、2011年にはミュージカル「狼の誘惑」で舞台デビューを果たし、続く2012年に「愛の贈り物」でテレビドラマデビューも果たしました。そして2013年の演芸大賞では賞バラエティ部門で男性新人賞を受賞。さらに2014年から放送されて高視聴率を記録したドラマ「家族なのにどうして」に出演し注目されると、演技大賞でベストカップル賞と男性新人演技賞も受賞しました。その後2017年に出演した力の強い女とボンスンでザ・ソウルアワードの男性人気賞を受賞しています。そして2016年にパク・ソジュンさんと共演したファランでは、時代劇初挑戦にもかかわらず威厳ある雰囲気で王の姿を繊細に演じ、憂いを帯びた眼差しで多くの女性の心を射抜きました。チャン・ドンユン。続いてご紹介するのは、時代劇ノクドゥデンで女装姿が美しすぎて大ブレイクしたチャン・ドンユンさんです。1992年7月12日テグ・ボモドン生まれの2024年現在32歳。2015年大学在学中にコンビニ強盗を捕まえたことがきっかけで芸能界入りを果たしたという逸話の持ち主です。そのニュースを知った事務所からスカウトされ、俳優デビューを果たしました。2016年には宮部みゆきの作品「ソロモンの偽証」を原作とした韓国版ドラマの主演を飾り注目を浴びます。そして転機となった作品が2019年のロマンス時代劇「ノクドゥデン」でした。本作で演じた女装男子ノクドゥは、当時女性よりも美しいと大きな反響を呼びました。しかしそのしなやかなスタイルを生かした麗しい女装姿は、実は前年の出演ドラマ「恋のステップ」ですでに披露されていたといいます。イジウク。3人目にご紹介するのは、怪物新人と呼ばれ今後の活躍が期待される俳優イジウクさんです。1998年5月10日ソウル市生まれの2024年現在26歳。高校生の時演技に興味を持ち、中央大学演劇学科に入学。初めて受けたオーディションに合格すると、2018年のドラマ「アルハンブラ宮殿の思い出」で俳優デビューします。ここで強烈なインパクトを残したイジウクさんは、本作で主演を務めていたヒョンビンさんの所属事務所からのスカウトを受け契約を果たします。2作目となる「恋愛ワードを入力してください」で一気に知名度を上昇させると、「ドドソソララソ」ではデビューからわずか2年で主演に抜擢されました。そして2022年にネットフリックスで配信された「カンコン」でも怪物級の演技力で視聴者の心をつかんで大ヒット。瞬く間にワールドワイドな人気を得るようになりました。俳優歴はまだ6年ですが、その圧倒的な演技力からは貫禄すら感じ、デビューからトップスピードで走り続けている大注目俳優といえます。ジャウム。4人目にご紹介するのは、アストロのメンバーでガオ天才とも言われ、俳優としても大活躍のチャウヌさんです。1997年3月30日
キョンギドクンポ市生まれの2024年現在27歳。2014年、映画、世界で、一番愛しい君へ、にカメオ出演し俳優デビューすると、2016年には、アイドルグループ、アストロとしてデビューします。また、2016年から放送された音楽番組で、MC を担当し、同年、ウェブドラマ、マイ・ロマンチック・サム・レシピで主演を務めました。そして、2018年、ドラマ、私の ID はカンナム美人や、トップマネジメントで主演を務めると、人気が急上昇します。漫画から飛び出してきたような美しい顔で、顔の天才もしくは顔面国宝と評されるチャウヌさんですが、インタビューやバラエティで見せる人柄の良さで、好感度は若手ナンバーワンとも言われ、今、まさにホットな俳優です。時代劇初挑戦となった新米シカンクヘルンでは、シン・セギョンさんと共演し、眼福者の美しい眼福姿を披露して、MBC 演技大賞で、優秀男優賞とベストカップル賞を受賞しました。ユスンホ。5人目にご紹介するのは、昔は天才子役、兵役除隊後はイケメン俳優として活躍するユスンホさんです。1993年8月17日インチョン広域市生まれの2024年現在31歳。1999年に携帯電話の CM でデビューすると、2000年に子役として賢い父と子が過ごしたかけがえのない日々でドラマデビュー。2002年にはおばあちゃんの家で映画初挑戦も果たしました。演技力の高さと人気により国民の弟と呼ばれるようになり、2006年の動物映画マウミへの出演に続き、2008年にはソウルが見えるかで主演を務めました。そして兵役除隊後初のドラマ出演となったリメンバー記憶の彼方へで主演を務め、最高視聴率 24% を叩き出し大成功に導きました。また時代劇といえばこの人というほど子役時代から活躍しているユスンホさんは、2009年の孫独嬢をはじめ数々の時代劇に出演し、時代劇の演技力が抜群だと定評があります。特に主演を務めた2017年の時代劇仮面の王イソンで見せた弾ける笑顔や切ない表情は多くの視聴者を魅了しました。チャンヒョク。6人目にご紹介するのは時代劇のカリスマと呼ばれる人気俳優チャンヒョクさんです。1976年12月20日釜山広域市生まれの2024年現在48歳。1997年にドラマ「モデル」でデビューすると、2001年の映画「火山小腕」の主演で日本でも有名になります。その後2010年には最高視聴率 42% を記録したアクション時代劇「シュノ」の大ヒットを契機に時代劇のカリスマと呼ばれるようになります。重厚感のある演技や他を圧倒する存在感と真摯な生き方が支持され、各方面からのオファーが絶えない俳優の一人となりました。数多くの時代劇に出演し、どんな身分の役でもものにしてしまうチャンヒョクさんですが、彼がカリスマと言われる理由の一つに、メイ君を演じさせたら右に出る者はいないと思わせる存在感ある演技が挙げられます。チャンヒョクさんの所作や視線、オーラがかつての偉人に人間味を与え、生き生きと蘇らせてくれるのです。ヨンウジン。7人目にご紹介するのは、7日の王妃で見せた品の良い立ち振る舞いと似合う感服で、時代劇のメロ職人とも呼ばれるヨンウジンさんです。1984年7月5日、カンヌー生まれの2024年現在40歳。2009年に映画「ただの友達」でデビューすると、2011年のドラマ「おじゃっきょの兄弟たち」で知名度が一気に上がります。また初主演した2014年のドラマ「恋愛じゃなくて結婚」は大ヒットを記録し、
ラブコメ職人の名を高めました。そして2017年の時代劇7日の王妃では落ち着いた声と品の良い立ち振る舞いに加え、官服もよく似合うことから多くの視聴者の心を奪い、時代劇のメロ職人と呼ばれました。最近では2022年のドラマ39歳でソン・イェジンさんの相手役を務め話題を集めたほか、日本の主演映画愛に奉仕せよや夜明けの歌を相次いで公開するなど、その活躍ぶりは目覚ましいものがあります。ジヌン。最後にご紹介するのは、歌手兼俳優のみならず作詞作曲にプロデューサー業まで手掛けるマルチタレントのジヌンさんです。1991年11月18日チュンジュ市生まれの2024年現在33歳。芸能人を夢見てオーディションを受け続け、デビュー前からドラマの早くやクイズ番組などにも出演していたという逸話の持ち主です。2011年に B1A4 のリーダー兼メインボーカルとしてデビュー。韓国のみならず各国で人気を博し、ファンからは人頭弁と呼ばれるほど優れた才能を発揮し、数々の作詞作曲ディレクションに携わりました。また音楽活動のみならず俳優活動にも力を入れ、2016年に出演した大ヒットロマンス時代劇雲が描いた月明かりでは恋と友情に揺れるエリート官僚を演じ、多くの視聴者をときめかせました。官服を完璧に着こなし、いかにも朝鮮王朝の御曹司という雰囲気を醸し出し、演技大賞男性新人賞を受賞しています。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回も時代劇や官服が似合うイケメン俳優の第3弾としてさらに8名をご紹介しました。あなたのお気に入り俳優はどなたでしょうか。よかったらコメント欄でお知ら